ありがとうございます。鈴木さん、前田さん、こんにちは。こんにちは。図書館戦争の社会性のあるテーマとラブコメの世界にすっかり夢中になってます。ありがとうございます。劇場版も見るたびに新しい発見があって何度見ても飽きません、うん、DVD が出たら絶対に買います。ありがとうございます。ところで先日職場の飲み会で恋バナで盛り上がり、うん、とりあえず付き合うというのはありかなしかという話題になりました。私的には過去の苦い経験もあって絶対になしなんですけど、うん、男性陣は割とありな感じでした、うん、テレビアニメでも手塚がイクにいきなり付き合ってほしいって迫ってましたね。ありましたね。うん、男性の方が付き合うことへのハードルが低いのかな。友明さんと達久さんはとりあえず付き合うのはありですかなしですかという。あ、これどうでしょう。とりあえず付き合う、俺全然ありでしょ。なしだよ。何言ってんだよ。なんでダメだよ。そういうとりあえず付き合うとかよくないよ。だってそっから知っていくこともあるかもしれない。それだったらお友達から始めましょうで。いや別に付き合う必要ないやん。中学生かよお前。なんでだよ。中学生じゃねえよ。そうじゃん。だってもう完全にさっきのお前付き合ってたのマチャラテみたいな感じじゃない。だってそうじゃん。だってだあかんよとりあえず付き合うとか。なんでなんで別にいいじゃん。そっから知っていけば。だからそれは友達とどう違うの。友達とどう違うってなんかよりなんか話すこと変わらない。変わるけど、うん、でもやっぱり付き合うっていう行為はお互い好き同士で ありたいじゃん。あ、来た。何が来たんだよ。何が来たんだよ。何が来たんだよ。言ってみろよ。何が来たんだよ。そういう綺麗な意見はいらないよ。綺麗な意見っていうか綺麗なピュアな心なんだよ俺。まだピュアな心なんだろ、うん、ピュアな心なんだ。ピュアな心はいいけど汚れたこともいっぱいしてきたろ。汚れたこともしてきてるけど。してるけど。まあな、30年も生きてればな。汚れてることしてるけど、うん、まあでもそうじゃない。そうかな。そこはよくわかんねえな。とりあえず付き合う。でもさ、大人になった時ってさ、うん、なんかこう好きです、付き合ってくださいっていう感じのさ、うん、あの告白して付き合い始めるってなくならない？いや、いやわかんねえけど。俺ない。そうなの。なんかやっぱ少ない。学生の時とか10代の時の方がそういうことが多かった。まあまあそりゃそうだけど、20歳超えてからって意外となんか、なんか友達同士っていうところから、うんうん、まあ、例えば一緒にご飯行き始めてっていうところから、うん、なんとなくなんとなくなんとなくって数が増えていって、あれなんかこれ付き合ってる感じっぽくねみたいな、うん、ちょっとと、なんかこういい雰囲気だよね、手つない、いけちゃったみたいな。あれっていう、おっていうところで軽いなパッパラ彼女ゲットみたいな感じの軽いな。でもさ、そういうのにならない。わかんないけど大人ってそうよ。そうなのかな意外と、うん、だってなかなかさ本当にさ、それで付き合ってくださいとか言うのってさ、本当、うんうん、マジで大学生とかそんぐらいまでじゃない。そうなのかな。下手したら大学生とかでもそんなないかもしれないよ。そうなのかな。俺はでもなんかそういう付き合うっていう感覚はちゃんとお付き合いしてくださいっていう宣言に始まって、宣言に始まり、宣言に始まって、宣言の別れましょうっていう宣言で終わるものだと思ってたから。なんかよくわかんねえなそこは。私は、うん、あなたと、そう、付き合いたいと。だから俺自然消滅とかもないもん。だから今まで、そう、そう、だから感覚がよくわからん。とりあえず付き合うとか自然消滅とかの、あ、自然消滅はあの本当にふわっと終わってくよ。そうなんだ。